お帰りなさいませ、スカイラーセン様。長い間お戻りにならなかったので心配しておりました。ああ、うまく合わせとけ。よろしければ音楽をおかけします。何かリクエストはありますか？ああ、じゃあなんか気合の入るやつ。スカイ様、申し訳ございません。傷んだ食材についてはこちらで処分しました。デリバリーを手配いたしましょうか？いや、必要ない。スカイ様、しばらく研究室で作業されていないようですね。重要プロジェクトに関する最新情報をお伝えしますので、準備ができましたら下の階までお越しください。スカイラーセンの秘密の研究室か。バグリーを作るような人間が何を隠してるのか想像もつかないな。エレベーターロック中。ハウスキーピングに満足いただけない場合、ブロカテックサービスセンターに連絡します。キーを起動、エレベーターロック解除、地下研究室に入れます。研究室へようこそ。ああ、クソ、見えてるかこれ。おい、地下では信号が届かなくなります。自力で情報を集めてもらう以外にありません。俺の家にもこんなのが欲しいぜ。参考になりそうな過去の実験をいくつか再構成しました。どうぞお役立てください。フロントドアはロックされています。鍵が必要です。くそ。よろしければ庭園を散策されてはいかがでしょう、スカイ様。早速死体を見つけるとは幸先が良いですね。妙だな、ペット好きってタイプじゃないだろう。中へ連れて行って。疲れたわ。もう少しここにいましょうよ。家に帰ってくるのはいいものでしょ。ここは私の家なんかじゃない。恐ろしい場所よ。気に入ってもらえなくて残念だわ、母さん。大きなプロジェクトなのに。お金の無駄としか思えないわ。どうして馬鹿げた事業のために大変な思いをするの。母さんは不安なのよね。気持ちはわかるわ。でも母さんが良くなるまで私はずっと一緒にいるから。良くなる？あなたは医者より詳しくなったのね。すごいわ。良くなんかならないのよ。このリストバンド。ほら。ちょっと何するの。もう病院なんか必要ないわ。医者もいらない。私が母さんの世話をするの。どなたかがリストバンドにキーコードを残しています。このコードで表のドアも開くかもしれません。したこと。エイダは元気で生きてる。誰で生きてる。
スカイ、どうしてそんな歪んだ考えを持つようになったの？あなたの不気味な作品になるなんて絶対に嫌よ。不気味？私が不気味？なぜそうなってしまったと思うの？スカイ、よく聞いて。これはあなたが決めることじゃない。私が許可しない。私は母親なんだから。申し訳ございません、スカイ様。傷んだ食材はこちらで処分いたしました。よろしく。なんだって？申し訳ございません、スカイ様。検体名エイダ、種別ボーダーコリー、ニューラルアップロードステータス、生存および良好。ひでえな、生き物にこんなことするなんてどんな人間だ。よろしければ上の階へどうぞ。上の階にはたくさんの記憶があります。よしよし、いい子いい子。このドアのコードはどこでしょう？少し休まれますか？照明の調節はお任せください。スカイの寝室か。いかにもって感じじゃねえな。
よろしければ下の階にお越しください。ぜひ皆さんとご一緒に。入室します。あなたの不気味な作品です。バグリー、これは何だ。私の部屋に2分で容体が悪化。入室。初期からすれば目覚ましい進化と言えるでしょう。母さん、運が良かったわね。ニューラル消去、準備完了。消去処置1日目。被験者の氏名はシュニード・ラーセン。起動の時間よ。スカイ、ここはどこ？何も見えない。被験者の意識はコードと一致。ニューラルマップ正常、完全に機能している。被験者、これよりコードの消去を開始する。何？どうして？なんてこと。言うことを聞かなかったのね。もう黙って。ねえ、お願い。年を取った母親になんてことするの。静かに眠らせて。少しは信じてよ。よくなるから。2日目。運動野は完全に不要。コントロール A を消去。気分が悪い。12日目。変幻系コードは維持。情緒反応は実に面白い。お願いよ。20日目。前頭葉に着手。新しいセキュリティシステムは主体的な思考を持たない。スカイ、お願い。この痛みを分かって。側頭葉コード29日目。最後に変幻系コードの消去。いいわ。音楽をかけて、私の好きなものを。素敵。この新しいアレンジはなかなかいいわ。どう思う？こいつは親子喧嘩ってレベルの話じゃねえな。彼女のやり口の説明がつきます。完全にモデル化した人間の脳を確保し、制御できるまで余分なものを切り捨てていく。なかなかどうしてひどい話です。お願い、助けて。娘じゃないのは知ってたろ。これを見せたかったのか。はい、ようこそ。知りません。あなた見えません。残念ながら、残念ながら。ス
カイは今どこにいるんだ。はい、助けが必要です。こんな生き方望んでいません。スカイは歪んで苦しみを知ってほしい。それはまあ努力するが、救ってやれば教えるのか。はい、安らかに眠らせてください。で、座標を入手しました。それとありがとうというメッセージも。というわけで、いい加減ここから離れませんか。この部屋の使用者の記録は破損しています。デッドセック来たの？ナウトか。上の階よ。準備ができたら上がってきて。あんた全部見たんだろ？うん、あの女の母親に頼まれてね。できなかったけど、わかる？もうすぐデイブレイク計画が動き出すんだ。そしたら大勢が同じ運命をたどるだろうね。スカイはみんなを永遠に閉じ込めるに違いないよ。母親が居場所を教えてくれた。そうなの？彼女やったんだ。で、どうするの？援護してくれ。こっちでやる。わかった。ここに来るのは久しぶりだ。作戦名、スカイラーセンの面白地下室でトラウマを追いましょうは大成功でしたね。彼女の秘密の隠れ家を特定しました。ならすぐに向かおう。たった今ビデオメッセージを受け取りました。スカイラーセンからです。見せてくれ。警告する。あなたが誰かも何を知った気になってるかも知らない。近寄らないで。消えて。私は人生をデイブレイクに捧げてる。誰にも邪魔させないわ。正体は突き止める。人生をめちゃくちゃにしてあげるわ。私には簡単よ。あなたはどう？じゃあね。どうやってこっちを見つけたんだ？スカイラーセンは母親をデジタルロボトミー手術して、それをベースにスマートホームの豪邸を建築したぐらいですから、このくらいは当然でしょう。母親にも責任はあったのかもな。うちのもそんな感じだ。
こっちを恐れてるんだ。出なきゃ脅す意味ないし。そりゃビビりもするだろうよ。バグリ、座標をくれ。異常なし。次に行こう。